まさかのね、花粉症を発動しております。どうも。花粉症なんですよ。日本ではそんなに広くなかったんですけど、今日はなんか広いですね。今日は、この後動物園に行って、フィリップとバイバイになるのかな。6日目でございます。RV 車がいっぱいあってね、ザ・キャンプって感じでしょう。こういうの憧れてたんですよね。このラッジもすごい、寝室が3つもあって、よかったです。ただシャンプーとかトリートメントとかね、どっちに泊まるかと知らなかったんで、持ってきてなかったんでね、だからシャワーだけ浴びました昨日は。っていうのを初めて人生でしたんで、ケリーに行ったらウェルカムツーオーストラリアって言われました。変な鳥図いっぱいいるんですよ、この鳥が。朝ごはんを食べてきました。今はピアに向かっております。ここがフィリップ島のカウズっていうメインの街の中のメインストリートです。お天気がちょっと良くなってきましたね。朝ごはんはフルーツサラダっていう名前のもうフルーツとヨーグルトを食べました。山盛りのフルーツ。お土産屋さんにおります。で、ね、お土産屋さんやからかやっぱアグブーツ超多いんですよね。オーストラリアペイド。ちなみにお値段は179ドル、オーストラリアドルです。だいたい 1ドル93円ぐらいです。ペンギンパレードね、めっちゃね良かったです。なんかね、めっちゃちっちゃいんですよ、ペンギンも手のひらぐらい、こんなんなんですよ。本当に世界で一番小さいフェアリーペンギンっていう種類らしくって、一匹だけがとことこ歩いてるんじゃなくて、なんか集団行動なんですよね彼ら。日中取って餌をこう体に蓄えて巣に帰っていくんですよ。巣で待ってる子供たちとかに取ってくるんですって。でその帰るところを私たち人間は必死で見てるっていう状況でしたね。カメラが一切禁止っていうことだったんで、写真もビデオもね、全然物には残ってないんですけど、料金は26ドルぐらい。ペンギンプラスっていうもうちょっといい席っていうのもあるんですけど、そこが50何ドルぐらいかな。海から上がってくるところはペンギンプラスの方がいいと思うんですけど、彼らの巣があるところはペンギンプラスでも普通の一般席でも同じなので、まあ、めっちゃこだわる方以外は全然一般席でも楽しめると思います。彼らね、ビーチはまあめっちゃ走るんですよ。ジャーって走るんですよ。それが意外とちっちゃいのに足も超短いのにピャーって行くんですよ。めっちゃ速くてびっくりでしたね。で実際ビーチから上がって巣に戻るまで道を歩いていくんですけど、そこはとことこ本当にパレードしてましたね。で今アリさんはピアに向かっております。桟橋に。ロサンゼルスでサンタモニカピアに行ってから桟橋すごい憧れというか好きになって、 OC っていうアメリカの青春ドラマでねよく登場するんでね、それもピア大好きです。こんな感じですね。朝はすごい曇ってたんですけど、今はお天気も良くなってきました。青空ですね。なんか気が休まります。ここがピアですね。桟橋到着です。もう全然柵とかないんですね、マジで。もう飛んだら海です。オラが走り回っております。I think nice weather, isn't it? Yeah, yeah. Warm. What were you saying? I think yellow color. Yeah. Is best for all of my. I think. Thank you. I think so too. At her first birthday party, everything yellow. Ah, yeah. Yellow, gold. I don't. Yeah. I don't like pink. You don't like pink? No.Oh, Yuki!
Yeah.